はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。勇者ヨシヒコです。さあ、本日なんですが、新制限になりましてですね、聖殿の水使いがなんと3枚返ってきました。マスターディエルに。これ使わない手はないなということで、まあ、水使いが3枚になることによって何が一番強いかっていうと、このモンスターはちなみに、手札墓地から除外してると、アラメシアの儀を持ってこれるんですけど、デッキ墓地から。これ、墓地からも発動できるんで、墓地肥やしギミックとか、あとは手札コストとして捨てれるデッキってのがやっぱ一番強いと思うんですよね。で、しかも、手札コストとして捨てるようなデッキって今結構増えてましてね。で、まあ、勇者トークンっていうのはちなみにアラメシアの儀を発動すると、通常召喚したモンスターの効果が発動できるようになっちゃうんで、なんで、まあ、相性がいいデッキは限られるんですけど、一番やっぱ強く使えるのは僕これだと思ってるんですよね。イムセティ。イムセティで、その水使いを捨てて、で、まあ王の棺とかサーチしつつ、水使いの効果によって、アラメシア撃って、で、さらに運命の旅路で持ってくれるドラクバックとかも、棺のコストにしちゃうみたいな。この動きが一番強いと思ってるんで、今回はホルスデッキに、勇者ぶち込んできました。で、今、天敗流環境なんですけど、結構。これ、結構ホルスって実は結構テンパイルに抗えるっていうのがありまして、これなんでかっていうと、レベル8、2体並ぶからランク8ができるんですよ。で、ランク8っていうのはこのギャラクシーアイズフォトンロードっていうモンスター出せるんですけど、これがね、相手のターンに、デッキからフォトンカードかギャラクシーカード持ってこれるんですね。これ、クリフォトン持ってこれるんですよ。これフリーチェーンなんですけど、だから2000ライフ払って墓地送ると、このターン自分が受ける全部のダメージがゼロになるっていう、ワンキル絶対されないっていう、動きができるんですよ。これ相手なんでも発動できるんですけど、これを持ってきてワンキル封じるっていうことができるんですね。はい。まあ一応ね、盤面を処理されちゃうとダメなんで、盤面処理されないようにしないといけないんですけど、これを持ってこれるっていうとワンキルがされなくて、テンパイルには結構まあ強気で出れんじゃないかっていう説もあるんで、なんで、まあ割と今ホルスはちょっと熱いかなと個人的には思っております。はい。早速ね、このイムセスカイさんをイムセテでぶん投げていきましょう。はい。デュエルスタンバイ。この鳥絶対来んのは何なの？マジで。この鳥絶対来んだよな、マジで。この鳥マジ首にしてやろうかな。本当に。お前さ、来すぎなんだよ。あんま強くないな、これ。手札。王の棺発動します。いや、王の棺発動するはいいけれどもって感じだよな。まあ、とりあえずアラメシアの儀発動するか。アラメシアの儀を発動して、グリフォンライダー一応出しまして、で増殖するうちって言ってきたらガンマぶっ飛ばせばいいから、あ、オッケー、増殖するうちはなさそうだね。増殖するうちはなさそうで、勇者トークン出す。はい。で、魔法トラップゾーンに置いて、で、あ、なんかあんね、まあ無限炎とかエフェクトベーラーですかね。じゃあモンスター出てきたんで、たときに、反応あったんで、まあこれ無限法要かエフェクトベイラーなんじゃないかという話がありまして、とりあえずこれ1枚持ってきます。どこまで展開伸ばせるかなだよな、これな。王の棺の効果発動して、一旦ドラゴバック捨てまして、まあ、勇者とやっぱホルスはこういうところはすごい相性いいですよね。これなんか適当にさ、なんかコストにしても強いモンスターが、今回水使いちょっと来てないんですけど、水使いが3枚やってるんで、水使いコストにして打てるのめちゃめちゃ強いですからね。イムセティの効果、まあ、先にちょっとイムセティに裏で打たれたくない場合は先に勇者する方がいいってことあるよね。で、王の棺よりもどっちかっていうと運命の旅路を持ってきた水使いを捨てた方が、手札コストが稼げそうなんで、グルフォライダー続きしてるので、こいつを効果を使いまして、水使い持ってきて、そのまま水使い捨てて、で水使いの効果使うと実質サーチ。まあこれがね、イムセティのコストにあった方がまあ基本的には強いかなとは思うんですが、デッキからでいいかな。ではもう、惜しげもなく、ちなみに水使いがね、もう3枚入ってると墓地からアラメシア回収できるんで、アラメシアなんか全部墓地置いておいてもいいですね。はい。で、サイフレームギアガンマをぶん投げまして、まあ無限紅葉なんかな。まあ無限紅葉はちょっとできれば打たせに行きたいんですよね、基本的には。相手の、ターン中まで残ってるとグリフォンライダーに当てられて何でも向こうが消えちゃうので、できればねこのターンに当てさせたいんで、ちょっとなんか強そうなモンスター出しに行きますわ。で、一応これで、全部のホルスモンスターが出ましたということで、ケベンセヌフを出していきましょう。で、どうでもいいモンスター2体で
基本的にはあのランカーチなんか出した方がいいんで、まあ、デュアルマテルとケベンセの方がいいかな。で、レベル8のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシューズ召喚スプリガンズシップ、なんだっけこの人の名前、エクスプローラーエクシューズ召喚で、こいつ多分知らなすぎてテキスト読んでるかもしれないですけど、これあの何もしません今。とりあえずこいつの上に重ねて、ギガンティックチャンピオンサルガスを出していく。おひで、サルガスの効果で、デッキからスプリガンズカードかセリオンズカードを1枚を手札に加えるという効果。一応これ止めないとあのレギュラスとかになられるかもしれないし、まあ、今回ちょっとレギュラーしなくて普通に未来利用立てに行こうと思ってるんですけど、まあ、打つとしたらここなのかな。あーはいはい OK です。無限抱擁が打たれました。これはスルーですね。じゃあ、まあ、キングサルガスパイセンは、まあ、じゃあチャンピオンサルガスパイセンはちょっと一回居残りということで、これどうしようかな。もう一妨害さすがに追加した方がいいと思うし、まあ、多分これ自分からあの高校取ってきてるんで、まあ、多分テンパイ流だと思うんですけど、まあ、その場合はですねこいつを出して、まあ、何をサーチすればいいかっていう話なんですよ。皆さんこれ知ってますか。ランクガチができるデッキってね、実はねテンパイ流のねワンキルをね結構阻止することができるんですよ。なんでかという話をしましょう。まあ、ちなみに妨害数はちょっと正直あんまないです。これちなみにねワンキルは防ぎそうですけど、で妨害数は一応3、まあ、3妨害と言っていいのか、まあ、破壊も含めたら4妨害あるみたいなところなんだけど、まあ、刺さるかどうか怪しいですね。ちなみに一応ガンマはケアしなきゃいけないんで、元禄のテンパイ流 OK です。で元禄のテンパイ流が、特殊召喚されたので一応今ガンマ打てないので、ギャラクシーアイズフォトンロードの効果によって、クリフォトンを1枚手札に加え、でこれを打つことによって、もう相手はワンキルが、できません。このターンこのカードをっていうだから、ぶん投げると、2000ライフを払って、自分が受ける全てのダメージがゼロになるということで、はい、でこれでもう、ワンキルされることはほぼないですね。よし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 、これで禁じられた人静かと言われても一応なんとかなるかな。テンパイリュウチュンドラ、はい、テンパイリュウチュンドラ OK です。これサルガスでね本当はねちょっとね棺戻したかったんですけど、一応ライトニングストーブとかそういうの打たれるかもしれないんで、これなんか王の棺バウンスして緊急避難っていうことができるから、相手のなんか羽暴飛とかライトニングストーンみたいなカードケアできるんですけど、一応ギガンティックチャンピオンサルガスくんね殴ってくるか。なるほど、殴ってくるだるいな。これチュンドラは効果も使ってっからこう消しちゃった方がいいかもしれないね。チュンドラは、効果発動して、しまったので、もうこれ多分チュンドラが、発動できなくて、まあ、シンクロする効果が発動できるんだけど、リクルートする効果が発動できないから、これ元禄で、まあそうだよね、元禄でんまあ、墓穴打って、で、これでファドランも特殊召喚ができないので、まあ、結構きついですね。まあ、そこもなんかあるね。まあ、海面か。OK、そうだね。海面ね。了解、了解、了解。で、海面発動される。で、バトルフェーズ中にさらにファドラが出てくる、ファドラ効果を、フォトンロードで止めれば、まあ、大体なんとかなんじゃないかな。でフォトンロードでちなみに、効果無効にした時にギガンティックチャンピオンサルガス君の効果が発動して、一応相手のカード破壊するか、自分のカードバウンスできるかみたいな感じになるんだけど、まあ、相手のカードバウンスしてもいいんだけど、チュンドラはこれ無効にするじゃないですか。はい、でギャラクシーアイズフォトンロードの効果発動してオーバーレミットを1つ使いながら相手の発動した効果を無効にする。外したのが、ギャラクシーじゃないんで、破壊はできないが、ギガンティックチャンピオンサルガスで破壊するからあんまり関係ない。さあこれで、生き物がいなくなっていく。きた、さあこっからキル取れるかい。なんかクリフォトンで詰ませつつワンキルを、さらに妨害もちゃんと残ってるの、こう強すぎじゃない。もうちょっと一回旅路発動するわ。さあグリフォンライダー持ってきて、王の棺捨ててグリフォンライダーで一応、相手の手札誘発などをケアしつつ OK。
で一応ギガンティックチャンピオンサルガスの効果使ってタリホースプリガンズ持ってきて、タリホーのこれ効果皆さんちょっとご存知でしょうかね。これね、これ結構まあ、性能としてはかなり強いカードになっていて、オーバーユニットを2個使ってデッキからスプリガンズ持ってきつつ素材外したら手札押しからスプリガンズ出せるっていう効果なんですけど、これってなんか2体出てくるんですよ。めちゃくちゃ強いですよこれ。これめちゃくちゃ強いですよこれ。カード普通に増えてますからね。で、ギガンティックチャンピオンサルガスの効果は今別に発動してもしなくてもどっちでもいいから、一応バンクスしたら王の棺のコストが増えたりはするけどね。で、同じランクのナンバーズ以外で未来用ホープ出して、で未来用ホープの上に未来竜を出して OK、まあ、これで相手の手札2枚も大体ケアできたんじゃないかなと思います。拮抗勝負の前に削り切ったらいけるから、まあ多分ほぼ大丈夫だ。 OK、 で攻撃表示、攻撃表示、バトルフェイズーゴー、熱い、うわ最強対戦ありがとうございました。いやマジクリフォトンマジで強いから、ちょランク8できるデッキはマジ入れた方がいいよ。うーわー、なんか G 通るかゲーではあるけど、なんか G 通ってくるとマジ強いな。これ先行しかったわ。これねコストとして強いカードが2枚来てまして、これこのこういう反応の時めちゃくちゃ強いんですよね。ホルスって魔王の棺がサーチできなかったら意味ないんですけど、はい了解です。ルベリオンいいでしょう。なんだろうなこれ、枚数多い、普通に40枚だったからあれかな、センチュリオンとかですかね。センチュリオンとかドラゴンリンクとかかもしれないか。ドラゴンリンクでももうちょっとデッキ枚数多い気がするけど、あーセンチュリオンですね。はい、センチュリオン了承です。いやーでもこれこう、まあ、バロネス出されたらやばいか。まあ一応この処理後に、まあ、増字一応投げましょうか念のため。一応増字投げて、はい、止まってくれるのは止まってくれるはいいし、あー普通に無理だったわ、ごめんなさい。どこで投げても同じでした。ちょ一応ガンマはケアしたんですけど、どこで投げても同じでした。すいませんでした。ガンマケアをね頑張ってした後に儚マスターズを撃たれることほどね虚しいことはないですよこのゲームで。マスターディエルも 増殖する G なんかあれかな、マルチャミとか実装されたらあれかな、何禁止になったりするのかな、制限純制限ってなってくるのかな。普通にね、増字通らないとゲームになんない試合が多すぎて、じゃ増字は必要だなとずっと思ってたんで、増字純正限には驚いたんですけど、OCG の。なるほどでござる。まあ、大体、いつも通りといったところか。はいはい。楽園の獣持ってんのかな？なんか、ルベリオン残すってことは楽園の獣持ってる可能性結構あんな。はい。で、プリメラが置かれる。いいでしょう。いやーこれわかんねえなー相手のステカード。まあちょっと1枚は騎士の絆とかよくわからないカード触ってたんだけど、でも騎士の絆だったらあれか、ファランクスがないってことか。ファランクストゥルーデアはない、トゥルーデアじゃねえや、なんだっけ、あのカウンタートラップ、はいどうぞ。フェイスオブセンチュリオンどうぞ、魔法トラップカードゾーンに置きますよ、まあ、それはどうでもいい、一旦どうでもいい、トゥルーデアはいい。でアラメシアを発動したいんですけど、なんかあります。ちなみにアラメシア結構強いと思うんだよな。これが結局さ、なんか全ての妨害踏めるから、一応ね。アラメシアを通していただけると嬉しい。とても。で、これ多分赤き竜じゃないですか。赤き竜、パイセン出てきて、OK。で、コズミックブレイザーか。よっしゃ。まあいいでしょう。コズミックブレイザー君もなんとかしなければ。コズミックブレイザー君なんかさ、卑怯なんだよなあいつ。効果無効にするときさ、除外してってさ逃げんのあいつ、マジでマジ卑怯じゃん。あれこいつマジ卑怯すぎるんだよな。お前逃げるなよ本当に。ちょっと一回アラメシアの気圧をするわ。アラメシアは通してくれるのか、なるほど。ってことはこれあれか、運命の旅路の効果無効にされるやつ。あ、フクラクイン、はい、フクラクインで、バルドレイク出てくる、でだるすぎる、バルドレイキング出てくる、だるすぎる。で旅路効果発動する、まあ持ってくるしかないよね。でもさこれさ、あこれ無効にしないの、これ無効にしなかったらさ、これ無効にしないんだったらさ、ドラコバックでバウンスされちゃうけど大丈夫。Z
絶対コズミックブレイザー触れるじゃん。来たわ。アラメシアの儀とかいう最強カードでコズミックブレイザー踏めたわ。なんか謎にやったぜ。普通に止めた方がいい気がしますけどね。ちなみにアラメシアの儀はコズミックブレイザーで結局こうなるんで、なんかね、別れてみたいな顔して黙ってんのやめた方がいいですよ、コズミックブレイザーくん。で、お前逃げんなよマジで。これ逃げんのずるいだろ普通に。クソが無限包容とかで無効にできないからな。逃げてくるし。で、キリュウドラコバックの効果で戻ってきて、まあ一応タダで持ってきましたね。そしたら、まあ、とりあえず運命の旅路発動して、で、グリフォンライダーをサーチしつつ、もう水使いだねえか。水使い、あ、水使い出してよかったか。まあ いや、グリフォンライダーで、特殊召喚して、これで一応何でも向こうは構えられたので、あの伏せカードはまあ一応ケアできてるかな。伏せカード何なんだろう、わからない。でも伏せカード獣だったら使ってるよね多分ね。伏せカード獣じゃないか。じゃあファランクスサーチしてなかったか。ファランクスかな、ちょっとマジでわかんないですね。はからとやめな、はからとちょっとやめ無効にするしかない。はからだとしたら無効にするしかないんだけど、イムセティの効果を、発動しつつ、スキルの駆け足の効果を発動し、で、キロフィールドの方持ってきつつ、いや、これなんだろうな、マジでわからん。あ、じゃあ今回ちなみに鳥が手札に来たの偉いぞ。よくやった鳥、こいつすぐ手札に来るからな。イムセティワンドロー、いやー、カモン、はい、うわ、ゴミ、ありえんゴミ引いた、マジありえんゴミだこれ、ありえんゴミやばい、ちょっとホルスで引いてはいけないカード2枚ぐらい引いてるわ。まあ、引いてるか、まあ、1枚差してから、まあ、一応入ってるか。で、イムセティ出して、で、あとはちょ、3000の壁だるすぎてやばいんですけど、3000の壁だるすぎるだこれ、3000の壁だるすぎる、まあ、ちょっとお前どっか行け。で、ですね、これ多分ね、ホルスの黒炎神の効果使っちゃっていい気がするな。黒炎神はちなみにホルスとあの王の棺があると、もう王の棺もいらないか。これ墓地送って、相手の、カードを1枚選んで墓地送るっていうがバッチクソ強い効果あって、これ伏せカード結構どうでもいい可能性あるよな。伏せカード結構どうでもいい可能性ある。王の棺発動で、王の棺の効果発動する。コバルトイーグル捨てる、はい。で、ドゥアムテフ墓地送りつつ、ドゥアムテフ特殊する、はい。これ盤面処理できるか、全処理いける可能性あるなこれ。で、これ打点上がるだろう、でこうすんだろう、で特殊すんだろう、はい、オーケー。ほんで、いや、エクシーズシリーがいいか。これあれだな、ちょっと待って、スプリガンズシップエクスプローラー出しに行って、エクスプローラーさんってちなみに後手から使うとまあまあ強いんで、エクスプローラーパイセン出しに行って、これであれだな、あのバルドリックの列ごとぶち殺せばいいか。ちょっと待ってくださいね。こうしてこうでしょ、ちょっとやっぱ意外と時間ない。で、これでエクスプローラー出す、でエクスプローラーの効果発動する。さあ何かチェーンが映る、あ、うわ忘れてた、やべ、うわ忘れてた、やべやべ忘れてた、マジで忘れてた、やべ、あー、そういうことか、やべ忘れてた、それマジ最悪。なるほどなるほどですね、これちょっと完全に忘れてました。すいません、バルドレイクの効果を完全に忘れてました。すいませんでした。まあ、一応でも見せている効果はそうできるか。まあまあ結果オーライ。結果オーライではある。で、アクシーラぶっ飛ばして、ちょっとくれ。ちょっとくれ。無限法要か。あれってか、ファランクスとか獣どこ行った？なんか相手わけわかんねえカードサーチしてな、じゃあ。一旦ちょっと、ミスったんで許してほしいんですけど、まあ、とりあえずまあ、グリフォンライダーは残りましたね、一応ね。グリフォンライダーは残りました。もう一方が追加した方がいいかな、多分さすがに。もう一方が追加しよう。で、こうして、
はい、でランク8して、これでいいな。でクリフォトンもサーチできる、ワンキルは、防げる、でエンドフェイズする、で一応二妨害ですね。リソースない。うわ忘れてた、やばい、全て忘れていた。ブレイザー帰ってけどやばすぎる。ちょっと待ってくれ、やばいぞこれ。ブレイザー帰ってけどやば、うわこんな逃げんなってお前、やばいってこれ、どうしよう。一応これサーチ今入れたいんですけど、なんかあります？クリポトン一応ねサーチしたいんですけど、まあ、一応ブレイザーって言われたら一応無効にはできるんで今、まあ、なんとかなるんですけど、でクリポトンを手札に加えます。はい。マジ危ねえ。なんとかなりそうだなこれ。でもまだなんとかなりそうで、これでちょっと待ってね、グリフォンライダーって言うでしょ。これ先に使っちゃったらグリフォンライダー未来フォトンロードされるからダメじゃない、相手殴んないと一回。あ、コズミックブレイザー効果無効だよね。でこれ効果無効にするの、効果無効にすればいいから、なんかお互いにさプレイングガバガバすぎない？お互いにプレイングガバガバすぎない？これ普通殴ってからやんない？それどうせ無効にされるんだから。ちなみに僕もコズミックブレイザー帰ってくるの完全に忘れてましたけどね。ちなみに墓地リソースはもう相手ないので、一応フェイスオブセンチュリオンがシンクロモンスター特殊されるとセンチュリオンを対象に墓地に置くと、フィールド10に置くという効果あるんですが、あんま関係なくて、で、はいはい、で俺のターンで、これであともう、フォトンロードがいるので、コズミックブレイザー君の、効果は実質これ無効になってるみたいなもんなんで、てかまあ普通にこれで踏めるか。はい、あ、OK です。まあ、まあ、どうぞ。どうぞ。いいですよ。逃げていただけるのはどうぞ。で、ドラッグバック効果使って、もう一回装備。やっぱ勇者は普通強いですね。勇者は普通強い。コズミックブレイザー、まあ、完全に帰ってくるの忘れてましたけど、勇者があることによって、コズミックブレイザー踏めてるという言い方もできる、なくはない。バトル。対戦、よろしくお願いします。あぶねえ。お互いプレイングガバガバだけど、ガバガバ同士だから許してくれ。うわ、先行欲しかったわ、マジこれ。先行欲しかった。また来てんじゃん、鳥。先行欲しかったとかじゃないよ。もう鳥来すぎなんだよ、お前マジでさ。ちゃイライラするわ、これ。こんな来る？なんか今俺5000くらいやって、俺4000くらいで来てる気がするんだけど、この鳥。そんなことある？確率的にさ。どういうことだよ。そうか、ポプルスいなくなったくせに調子乗りやがってめえ、まあ、いなくなったねえか。ポプルス1枚になって調子乗ってんじゃねえぞ。じゃあポプルス1枚になって、まあまあね、やっぱあの弱体が食らってんですけど、デカポプルスっていうのがまだ残ってまして、あの一応デカポプルス来たらワンチャンリペアできあのする案を考えてはいるんですけど、スネークは自体は。おお、偉いじゃないか、ポプルスいてんのか、偉いな、非常に偉い。それは現在法スネークアイ、もう現在法使ったけど大丈夫。あ、インフェルノイドデカトロン来た、出た。これスネークがインフェルノイドっすね。これ初動が薄くて僕あんまこれダメだなと思ってちょっと切ったんですけど、いけるもんなんですか。いや言うてね、あのね、エクセルクラウドでいけんだけど、ポプレスとかからだとちょっとなんかあんま展開強くなんないからさ、デカトロンリクルートはできるけどね、一応あんま強くなんないなと思ってやめたんだよなこれ。まあ、それはね、かがり火とか、引けるんだったら別に、全然強いですけど、かがり火の枚数とエクステルの枚数とポプルスの枚数減りすぎてて、ちょっと現実的じゃないなと思って、この展開やめたんですよね。一応、こういう展開あるんですけど、ちなみにね、インフェルノードのとスネークアイズ組み合わせて、なんか制圧するみたいな、ムーブあるんですけど、アルティマヤ強力？どういうこと？アルティマヤ強力だと？分からない、俺知らねえ展開だなこれ。うわ、やばいの来たー、龍剣士来たー、なんか分かんないけど爆乳剣士来た、やばい、爆乳剣士フィールドワンホサーチ、やばい、なんか宇宙起こされそう。こんな展開あるんですね、知りませんでした。
これなんかトークン送りつけた意味は出てくるのかな。これなんか普通に今のところなんか一般的なインフェノールみたいになってるけど違うわ。イプロドクス。ちょ、わからん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 。何何何何何、種族属性変更いきます。これリンク先を、はい、いいでしょう。イプロドクス君は一応そのリンク先のモンスターの種族かまた属性を、まあ、好きなやつに変更できるよみたいな効果持ってまして、まあ、これでなんかいろいろね変更して面白い動きをしてくるみたいな感じのモンスターになってるんですが、わからない、これ何が起きんのこれ、何起き。リプロドクス、はい、種族を変更、はい、サカラ族、なんだどういうことだ、サカラ族わからない。サカラ族、魚、お魚、お魚ムーブってこと。最果てのゴーテス来た、わからない、なんだこれ、何、6000、やばい、打点高。こいつは除外されたモンスターの数かける500になる元々の攻撃力。なるほどね、これあれだね、あ、コーディネラル、なるほど、コーディネラルで、最果てのゴーテスがいただける。今最果てのゴーテスをいただきました、ありがとうございます。こんなカードは何枚あってもいいですからね、何枚あってもいいんですけど、これ元々の攻撃力がどんどん上がっていくっていうのは結構やばいかもしれませんね、もしかしたらね。ザ・インフェノイド、アシメダイがまた出てきて、で2体使ってヒーター、なるほどなるほど。あー、なるほど、で2体使って打点8000、アシメダイ、アシメダイどんだけ反復横跳びするんだよ。煉獄の興味発動してレベルが1になる、なるほど、で2体を使い、あっ、いった